さん、はいはい、本物です。おんやり絵の同性亀下へ、どうも、こむぐんです。ふつめのゆっちです。シャギシャギ、マッシュです。イエーイ、カジョン、待って待って待って、よいしょー、わざと、あれ誰、タコホイ、なにタコホイ、タコホイ、あれ待って、なタコホイ、タコホイじゃねえよ、目のキャラが一緒だっけ。初めまして、どうもです。あー、怪しい、もうびっくりした。これも、あ、ずっと、あ、切れてるの、これさっきから。ラムラ言ってなかった、ほんまに。はい、マジでわかんない、マジで知らん、やばいっす。もう一回や、ちゃんと流れ乗って、ランラン最後やったな。マッシュです、溜めすぎてて、あー、うーんって言い過ぎました。我慢し、我慢しきれんの。ええよ。おん、ごま、初めてです。同じ教育によるコラボです。え、コラボじゃないの、新メンバー。あ、新メンバーです。すごい、タコボーイのイケメン。比べられんのキー悪いです。いつになったら挨拶するの、それ。じゃあ、ええかな、もう。逆にやろうか、じゃあ、もう一回な。ワン、ツー、スリー、フォー、ナイス。さあ、チャラチャラチャラ、ハイハイ、チャルトです。お稲荷です。エロゾー、正解画面下、どうも、コメゴです。シクスメイッチです。シャキンシャキン、マッシュ、やばいよー。何これ、何見てたよ、何見てるよ。ちょっとあの、やっぱ間がな、長い、長がすごいから、さっきより長いし、もうええか、お前か。今日は何ですか。いきなり言っていい、今日のテーマ、ホストは私服かスーツかどっちでしょう。いいよ、いいよ。ホストはですね、スーツでホストしてる人と、ちょっと流行ったんですけどね、ネオホストっていう私服ね、まあ、いわゆるスーツを着ない人種のホストさん、まあ2種類に大体分かれてるんですよ。まあたまーにホームレス系おるけど、ユッティみたいな。いや、誰かや、ユッティ入ってきた時はもう多分画像パンって乗ると思うけど。やめてほしい、これだけは。あの、ブルーシートみたいな感じで。なんか珍しいカエルみたいなもん。まあ大体ね、2種類に分かれるんですけど、スーツと私服、まあ皆さんね、それについてちょっと語っていこうじゃないかと、久々にね。うん、じゃあね、スーツ派の人手挙げて。おお、綺麗に、スーツの方がかっこいいと、ね、仕事中は。あ、オッケーオッケー。じゃあスーツ派の人から意見ちょっと言う、ミニデブから。あ、ミニデブです。うん、なんでスーツがいいかと、俺からいきますね。これはね、いわゆる洗脳なんですよ。これ洗脳されたんですよ。これだけ言わせてください。俺はね、今までなんかスーツじゃないとあかんみたいなずーっと言われ続けて、もうスーツを着ていくうちにこうやってこう着こなししていくんですよ。あ、今日イケメンやなと、これかっこいいなって、やっていくうちにだんだん、あ、スーツの方がいいんじゃないかと。やっぱり、お前こすちゃう。あ、え、洗脳、え、洗脳系、まあもちろんいいねんけど、まあまあまあ、でもスーツですよ、もう今もスーツです。もうスーツのために着てるようなもんですよ。あ、じゃあこっちや。そうなんですよ。じゃあこっち、ありがとうございます。動画で見たとラリってましたね。そうなんですよ。いい感じにラリってました。なんか米さんのせいでこのままやって負けてまいりますんでね。え、今納得しなかった。負けてまいりますんでね。何、まあでも洗脳というか、はい、そう、教えてくれた人もおるわけやろ、スーツの方がいいよって。それは多分意味があると思うんだけど、俺流に行けば、まあドレスと一緒よね。あ、キャバ嬢だよね。そうですね。で、キャバクラに例えば飲みに行ったおっちゃんが、ドレスの人とスウェットの人どっち選ぶって言ったら、多分ドレス選ぶと思うから、接客業って非現実的な姿を見せるためにホストクラブがあるっていう、まあ定義があるとしたら、家で見れるし外で見れるやん、この私服っていうの。まあ花嫁を連れ、そういうこと、そういうこと、ええこと言うた。ええやん、ごめん。まあスーツ着る時ももちろんあるし、あるね。まあそうですね。どっちもまあいける方、そんなん言ったら全員そうやけど、どっちかって言ったら主流な方が、そうですね、なるよね、私服だっていう。もう俺から言っちゃっていいですか。いいよ、言っちゃって。やっぱりね、まあスーツはスーツでいいんですけど、私服の方が個性が出せる、個性を出せることによって、そう、女の子とかがこういう系の子がタイプとか、そういうのを自分の私服でもう見た瞬間に分かる。もうその瞬間に送りが決まってしまう。こういうことね。私服が髪型やけど、髪型でもう全部決まってるけど。まあまあ、これほんまウィッグってしてました。あげてないよ。マッシュの意見はそういうことだよね。そう、個性を出したい、個性を出したい、いい意見だ。で、まあそういうイベントとかの時はスーツでバシッと決めて、こういう一面もあるんやなっていうのを見せれる。これぐらい私服の方が個性出せる。同じ。正直でも俺普通に私服が好きやからだけどな。俺がスーツ嫌いやから俺。あ、でも好きなことで仕事もできるし、ぶっちゃけスーツも着るときあるけど、そのスーツも私服みたいなスーツなんや。俺ジャケットとズボン別みたいな、私服に近いスーツスタイルと。そう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 、私服の方がいいっていうか、オーナーに。そうですね、リアルなところ、時代の流れみたいなあれじゃないですか、やっぱ髪型とかもそうですけど。ということで、どうなんですか結果。もう終わるぞ。また次の企画かなんかで、こっちバチバチ私服決めてきます、バチバチスーツ決めてきます、どっちがいいか動画で。そうですね、ああ、いいですね、買った、よし。
一旦ね、みんなにコメント欄でちょっと意見を言っていただいて、まあどっちがいいかね、僕らも知りたいし参考にしたいなと思っております。みんなスーツやで。洗脳です。信じるか信じないかあなた次第。じゃあ締めましょうか。じゃあ久々に沖縄から帰ってきてるしな、コメちゃんの一発ギャグでもやってもらおう。沖縄系の、沖縄流で、沖縄系の、ちょっとほんまにごめんなさい。どう答えしたらいいのか分かりません。